はい、こんにちは、矢田部です。今日はですね、低学年、幼児、もうこれね、絶対身につけてほしいドリブルやろうと思います。じゃあちょっと北さん来てもらおうかな、はい、ドリブルしてって言われたら、だいたい小学生って何するかっていうと、こうやってディフェンスいて、ただこうやって前に進むんですよ。ドリブルしろって言うと、必ず子供たちはこうやってただ前に進んで相手に近づいていきます、はい、でここが問題なんですよ。小学生のうちのドリブルっていうか、まあサッカーの試合って、まあある程度の学年になってくると変わってくるんだけど、特に幼稚園やまたはこの小学校低学年においては、ディフェンスってめっちゃ来るんですよね。ね、それに対して前に向かってったらぶつかるよね。だから何するのかっていうと、横へ動くドリブルを覚えましょうなんですよ。で、横に動くドリブルって、じゃあちょっと軽く来て、はい、来た時にちょっと動く、これじゃもうダメ、弱いんですよ。もう一回いくよ。ここでちょっと来た時にちょっとだけ動くだけだと、ほら方向転換できますよね。だからここでどうするのかっていうと、はい来てくださいって、しっかり動きたい、もうここまで、しっかり動きたい、もうここまで、ほら諦めたでしょ、はい。あ、もういっかっていうね、なりますよね。今のは抜いたうちに入るでしょ。入りますね。今相手され振られたんですよ、簡単に。あのね、前回の好きだどうだの話じゃないんだけど、ここで俺と絡みたいのに振られちゃったんですよ、北さん。振られましたね。ここで来てくださいって、ね、相手にしないこと、抜かれることもかわされることもスルーされてるんですよ。え、なんか問題があるかなっていうね。もう子供たちね、好きだ嫌いだの話するともね、敏感ですから昨日もね、お母さん大好きっていうのが罰ゲームっていうね、6年生めちゃくちゃ躊躇してたよね。お母さん大好きって言えないっていうね。え、北さんが言える？言えないよ、北さん思春期真っ只中ここでね、横に動くよって、これをずっとやっていくだけで嫌ですよね。だからここの練習方法をやろうと思います、まあ、まずこれね、すごいね、簡単に横に動くっていうドリブルをやる前に必要なのが、この動き、この動きです。まっすぐ前向いた状態で、体は正面の中で、足のつま先もまっすぐ前で、横に動く、横に動く。この動きがスムーズにできないと、横へのドリブルはできないと思っていいです。でこれがね、やっぱ低学年まだ幼児ね、はなかなかできないんですよ。この時に大体やってしまうのが、こう動くの、腰がこうやって、こうやって動くんですよ。まさかと思うでしょ。やらせてみてください。大体できないですから。だからこれをちゃんとね、この右足をオーバーして元に戻す、オーバーして元に戻す、オーバーして元に戻す。これ前習いでやってもらうと分かりやすいんですけど、これができるようになったら、今のままで足クロスするときにボールを触っていく、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 横への動きがスムーズになりますよね。この辺を低学年のうちはほっといても前には行くから、ここで初めてサッカーを習ったと思ってほしい。こういうことでしっかりと横に動く。これアウトサイドでも一緒ですね。アウトでも一緒ですよ。アウトでも一緒です。でこれができると、真横だけだったら抜けないじゃんと思うかもしれないんだけど、斜め前にこうやって進めますからね。で斜めに後ろにもこうやって下がれる。別に下がるのだって別に問題ない、ね、斜め前にこうやって進めたら問題ないですよね。なのでこれをまずは早い段階でやると大きく差がつきます。動くたびにこんなに上半身斜め斜めって振ってるより見やすいですよね、プレーとしてもね。この辺は本当に一刻も早く身につけないといけないスキルです。ぜひやってみてください。はい、ということでチャンネル登録お願いします。